川本信彦は日本の自動車技術者、ホンダ技研工業の第四代社長、東京都出身、東北大学大学院精密工学科卒業、ホンダ F1 の早々期から携わってきた一人で、第二期、ホンダ F1 時代には総責任者を務めた。また、ホンダレーシングディベロップメントや無限ホンダ設立者の一人としても名を連ねている。 1963年に大学を卒業し、ホンダ技研工業に入社。入社理由は、軽飛行機技術者応募広告を見て応募した。入社当初は後に、ホンダの三代目社長となる、久米ゼ氏の女子として、ホンダ初の四輪市販車、形式 AS280、形式 AK250 のエンジン開発に携わる。1964年、 当時の f 2 4 0 c c エンジンをクメと共に開発。翌1965年からヨーロッパ F2 に参戦するブラバムチームに供給を開始。1966年にはクメの川本の手掛けた F2 エンジンを搭載したブラバムチームの車が F2 で開幕11連勝を飾る。この頃 F2 エンジン開発のから、入りまじり小一郎らと共に、生沢徹が運転する。 S600 のチューンアップを手掛けたりもしている。1967年、ホンダ F1 のエンジン責任者に就任、水冷 3000cc エンジンの設計を任されるが、この頃、ホンダ総一郎が空冷エンジンによる F1 参戦計画を提唱したため、水冷エンジンの開発が後回しにされるなどの不運が、重なりレースの成績はかんばしくなかった。 1968年いっぱいで第一期 F13 戦を終了すると市販車の設計部門に移動しホンダ1300やライフなどのエンジン設計を担当するしかしレース車両を手掛けたいという思いは強く1972年の年末にはコスワースへの転職を拡作しロンドンに渡り帰国後すぐにホンダに辞表を提出した その後2ヶ月ほど出社しなかったものの、最終的に、久米忠氏に遺留される形で、コスワースへの転職を断念した。その後1973年に、ホンダに在籍しながら、ホンダ広とらと共に株式会社、無限を創業。同年には、FJ1300 向けのエンジンを開発して、無限から供給を開始するがいた。1976年には、 ホンダ技術研究所の取締役になる。1978年には四輪レースへの本格復帰を狙って F2 用の 2000cc エンジンの開発を開始し、1980年シーズンの半ばからヨーロッパ F2 選手権へ供給。翌1981年にはジェフリースがラルトホンダに乗りシリーズチャンピオンを獲得する。同年5月には、 ホンダ技術研究所の副社長に昇格。続いて1983年には F1 用の 1500cc ターボエンジンを開発してスピリットへ供給第2期 F13 戦をスタートさせる。同年の最終戦からはウィリアムズにもエンジン供給を開始。1983年にホンダ本社の常務に就任したことから翌1984年の夏には F1 エンジンの責任者を桜井宿便に託す。1986年にはホンダ技術研究所の社長に就任。名実ともにホンダの製品開発の総責任者となる。1989年にはホンダ本社の専務に昇格。翌1990年にホンダの第4代社長に就任。1992年7月。 初期の目標を達成したとの理由で今シーズン限りで F1 活動から撤退を表明。実情は1990年末の段階で撤退決定しており、マクラーレンチーム側にも伝えていた。しかし、ホンダ社内では参戦継続を訴える社員も多かった。一方で市販車の分野では、ホンダ初の国産スーパースポーツカーとも評される。 ホンダ n の SX の開発を企画し、1990年の発売にこぎつけるまで尽力している。1998年3月2000年からの第3期ホンダ F1 の参戦予定を発表。英国にホンダレーシングディベロップメントを設立し、エンジンだけでなく、シャシーも含めたオールホンダによる F1 参戦の意思を表明。そして同年に社長を退任し、 取締役相談役に退いた。しかし、翌1999年には、公認の吉野博之が、諸事情によりこの方針を撤回、BAR へのエンジン供給の形で、F1 に復帰する方針に転換した。ありがとうございます。